スワームロボットシステムスワームロボティクスは、軍知能をもとに、軍ロボットを生物のように自立分散制御する学術分野。ロボットで構成される軍をロボティックスワームと呼び、それらによるシステムをスワームロボットシステムと呼ぶ。スワームロボットシステムは、生物の群れのように動くロボットシステムを目指しており、単なるマルチエージェントシステムとは概念が異なる。 生物規範型ロボティクスに影響を受けるとともに、社会性昆虫の行動原理の解明や、動物行動学の発展に寄与することが期待されている。実施システムとしては、マスゲーム的なフォーメーション制御が行われ、ハーバード大学が仙台のスワームロボットで、マスゲームを意識したフォーメーション制御を実現させている。また、白アリのアリ塚のような形状を工学的に、 生成することにもつながる。実装においては、センサーの分解能などが問題になり、進化ロボティクスの手法も用いられる。スワームロボティクスは、多くの比較的単純なロボットから構成される軍ロボットシステムの協調動作に関するアプローチである。その目標は、ロボットの設計の研究であり、ロボット間の相互作用とロボット群と環境の相互作用によって目的とする。 集団行動を取らせる。社会性昆虫の観察結果にインスパイアされた軍知能がベースとなっており、個体の単純な行動にコミュニケーションが加わると、群れとしての行動の複雑さが生じることが分かっている。一般の分散ロボットシステムと違って、スワームロボティクスではロボットの多数性を強調し、例えばローカルなコミュニケーションだけを使って、スケーラビリティを促進する。 ローカルなコミュニケーションは、電波、または赤外線通信を使ったワイヤレス電装システムによって行われる。スワームロボティクスの潜在的な応用として、非常に小型化したロボット群による作業が考えられ、マイクロマシンの分散感知作業や人体内での作業が考えられる。別の応用として、採掘作業や大農場での作業など、 個々のロボットを極めて低価格に設計する必要のある用途が考えられる。いずれも小型化とコストは個体のチームメンバーのシンプルさを必要とし、その上で群れとして私的な意味のある行動を達成する必要があり、困難な制約である。個体に与えられた機能から群れとしてどう行動するかを正確に予測して設計する手法の研究が必須である。ありがとうございます。